一応なんとなくは決めて、いやがっつり決めてくれましたよ、リハル先生。今日のテーマは喪服。そう、喪服です。はい、喪服です。こんにちは。こんにちは。今日も来ます、意識低い系普段着物、リハルです。なるです。こんにちは。こんにちは。はい、今日はなるちゃんの家にリハルがお邪魔してるっていう感じですね。久しぶりな感じだね。そうですね、うん、そうだね、久しぶりに上がった気がするね。そうだね、昨日家の前までなんかのついでにちょっと寄ってみたいなことはしてたけど、うん、そう、なんか持ってきてくれるのあったけどね、とかはあったけど、上がってもらったのすごく久しぶり、久しぶりかも、うん、そう、私が車がね、うん、1台しかうちなくって、それは基本夫が通勤で使ってるから、うん、そうそうそう、そう、私はあんまり日中使えないからね、うん、もし使えるだったらいつでもなるちゃんちゃんと言ってるんだけど確かに。そうそう、で今回あれだよ、なるちゃんがマイカーを、うん、そう、とうとう念願の、ね、免許も取り、そう、マイカーも手に入れ、手に入れ、もうやりたい放題ですね。やりたい放題で、私今日ちょっとなるちゃんに迎えに来てもらって、うん、まあ、うちで上がってもらってもよかったんだけど、うん、子供がねいるからやっぱり、ね、そうそうそう、あの家開けるわけにいかないっていうので私が連れてきてもらったと私が迎えに来てもらったっていう、ありがとうございます。いえいえ、あのリハルちゃん家にうちの子を連れてくとね、家を破壊されるはずないから壁に落書きとかね、あーやばい、それはちょっとね、うち持ち家じゃないから、賃貸だから、それはちょっとね勘弁してくれってなっちゃうね。やつら破壊神ですからねまあいい子たちなんだけどね。いやいやいや、やんちゃ坊主ですし、さっきもパトカーの話ずっとしてくれたけど、そう、うちの息子はリハルちゃんに会うとパトカー推し、そう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 、で私パトカーの話になるとあからさまにもうめっちゃ嫌な顔するんだけどね、え、嫌だパトカー警察嫌いみたいなそう、そのやり取りが非常に面白いそう、なるちゃんが面白がるっていう、そうそうそう、はい、という感じでなるちゃんのお家からお送りはしております。はい、はい、で今日2人で、まあ、お話、着物についてね、うん、なんかしようっていうのでテーマを、はい、一応なんとなくは決めて、いやがっつり決めてくれましたよ、リハル先生今日のテーマは喪服。そう、喪服です。はい、喪服です。まあ避けては通れない、いつか絶対やってくるその時ですね、うん、の時にどんな、うん、なんだ、入れ立ち、身なり でお見送りをするか、うん、お見送りに行くかっていうことについてですよね、うん、結構、うん、着物を好きで着物生活してとか、うん、まあ、着る機会が多い方に関しては考えることも多いのかなとか、うん、そうですね、あとは私の年代ではもうさすがにね、私とかリハルちゃんの年代ではないけ ど、うん、ないけど私たちの母親世代ぐらいの人だと、ね、あの嫁入り道具にね、喪服のセット、うんうん、和服の喪服のセットね、黒紋付きっていうやつね、そう、訪問着とか付け下げとかと、うんうん、あとは喪服のセットは持たされてたっていうのはよく聞くかな。でも、ね、今はないからね、そういうのね、今の人は。そうですね、うん、で結局よく話として聞くのは、うん、その和服のセットしっかり持ってるんだけど、うん、結局いざその時になったらもう洋服、ブラックフォーマルのスーツで行っちゃうみたいな、うんうん、そうですね、着てられないっていうような話も聞くし、うん、あとは、まあ、リサイクルショップとか行ってもいっぱい並んでるんですよね、うん、黒紋付きとか、ね、黒留め袖もそうだけど、うん、黒紋付き、夏用も冬用もバーって並んでて、うんうん、あ、もったいないなとか、うん、もったいないっていうか、でも、うん、ね、なんとも言えない、ね、着れる人もね、減って出る、ちょうど私たちの親世代だと減ってるかな、自分で着るっていうこともなかなかないだろうし、うん、っていう感じで、うん、じゃあ私たち自分の喪服どうしようかなっていう話なんですね、うん、今回は。そうそうそう、リハルちゃんはねちょっと考えてるんだよね。一応考えてるというか、私自身も全然持ってなくて、うん、私の母もあのなんだっけ、訪問着は持ってたけど、うん、嫁入りの時に特に喪服は作らなかったみたい、うんうん、で和服の黒いのはなかったです。そうね、で私も着物着るようになって、うん、やっぱり喪服っていうのも着物でっていうのに、うん、まあ、ちょっとした憧れじゃないですけど、うん、そういうエピソードがありまして、
私のねおばさんが、うん、もうこの話を前したような気もするけど、おばさんがもう80過ぎてる方が いるんだけど、うん、その人がお葬式の時とかに顔を合わせた時に、うん、必ずね黒紋付きをねバシッと決めて、まあ、私の目にはそういう風に見えて見えるんだけど、うん、来ていらしてて、あれは多分自分で着てるのかな、うん、そう、黒い着物ってあの独特の魅力がある、うん、やっぱりすっごいね、うん、やっぱり引き締まり感じがする。そう、黒留め袖は黒留め袖で、うん、また喪服は喪服で黒のものっていうのはすごい荘厳さとか、ものすごいビシッとした印象を与える、日本人にとってやっぱり特別な色なんだな、うんうんうん、黒はっていう感じがしますね。そうね、うん、実際にやっぱりそのお葬式の場に、うん、その黒紋付き全身黒で来てっていう様子を見てると、うん、あ、やっぱりお別れの場にふさわしい服装っていうのがこれなんだなっていうのはすごく感じましたね、うん、あ、なるほどね。そうね、もう清掃だよね本当にね。そうだから、うん、お葬式の時にその、まあ、黒紋付きを着ていきたいっていうのは、うん、まあ、ある意味自己満足みたいなところもあるかもしれないんですけど、うん、その自己満足のとは何かって言ったら、やっぱり自分なりのふさわしい服装で、うん、まあ、お世話になった人とか大切なお友達とかそういう人を送り出すっていう、まあ、そういうことなんだなっていうのはすごく感じてて、なのでやっぱりそうですね、その場にしっかりビシッとね黒紋付き着ていくっていうのには、うん、そういう憧れの像というかっていうのはありますね、まあ、ちゃんとね清掃をしてね、感謝の気持ちをその身だしなみにも込めて自分の気持ちを引き締めて、そう、おしゃれじゃないんだよね、 そこはそう、おしゃれとかじゃなくて、そう、身なりを整えてそれで気も引き締めて、うんうんうん、行くっていう、そう、うん、やっぱりしっかりした格好を気合い入れてすると、なんだろうな、気持ちが引き締まるというか、う、ね、凛とした気持ちになるっていうのはある。その場の空気までやっぱりビシッとね、うん、厳粛な雰囲気、やっぱりその亡くなった方を送り出すっていうのにふさわしい雰囲気、空気っていうのになるんだなっていうのはすごく感じましたね、うん、で、そうですね、着物を着てくる方っていうのは私の行ったことのあるお葬式の中ではそのおばさんだけだったんですけど、うん、なんかそこまで着物だからといって浮いてるっていう感じは正直なかったんですよ。あ、そっか、珍しいかもね。地域性もすごくあるのかもしれないね、うん、世代もね。そうですね、うん、そのおばあさんは、まあ、住んでるのが千葉なんですけど、うんうん、私が最後に会ったお葬式は大阪だったんですね。大阪の親戚のお葬式だったんですけど、うんうん、その時に多分、まあ、娘さんと千葉から来て、うん、ってことは多分自分で来てるってことだよね。そうだね、着付師さん頼んでから新幹線乗ってきたのか分かんないけど、多分でも自分で来てるみたいな感じで、うん、本当に かっこよかったっていうか、うん、うん、私が送り出される場なら、うん、こういう感じで送り出してもらいたいって思った。なるほどね、うん、着物好きだからっていうのもあるけど、うん、それ以上にやっぱり、うん、着物をまとうことによって、うん、まとう雰囲気が、うん、もうお別れに本当にふさわしい、うん、心のこもった家立ちだなっていうのが、うん、なるほどね、本当にかっこよかったし、うんうん、そう、ただ、うん、実際に現状として、うん、私たち世代とかが、うん、まあ、お葬式とかお通夜とかに行くってなった時に、うん、どうするかってなると、うん、それはまたちょっと話が変わってきちゃうっていうのはありますよね。そうですね、ここ最近だと多分リハルちゃんよりは私と私の夫の年代を考えると多分私たちの方がちょっと弔い事は多い、うん、世代的にね、うん、特に夫はそうなんですけど、うん、そうすると、まあ、今葬儀社さんが何でもしてくれるからあれだけど、ただ受付のお手伝いとか、うんうんうん、そういうなんていうの、ちょっとしたお仕事をすることが
多い。あ、確かにね、細々、うん、としたこととか。そうそうそう、そういうことを考えると、ね、利便性的にお洋服で行った方が向こうに何かお手伝いありますかってこうお声掛けした時にお役に立ちやすいかなっていうのがあって、うんうんうん、私はもう喪服はパンツスーツで伺わせて。あ、パンツスーツなんだ。そう、あの、私背がすごく低いので、うん、ワンピースタイプの喪服あるじゃないですか。あれね、あれね、普通の人だったら多分膝下だけぐらいなんだけど、うんうんうん、私が着るとね、え、ロングで悲しい状態になってしまうので、そう、パンツスーツか、まあ、一応ちょうどいい丈にしておいてもらったワンピースの喪服を着て伺うかどっちか、うんうんうん、あとはその地域にもやっぱりすごくよると思う。確かに、うん、そうね、うん、うち夫北海道なんですよ、うん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 、まあ、雪降るじゃないですか、うん、寒いシーズン雪降るシーズン多いんですね。雪降るシーズンはちょっとね無理間違いなく無理だが、で私の実家は南国奄美なんですよ、うんうん、やっぱ暑いところのせいか、うん、あの刑事は着物の方いらっしゃるけど、うん、不祝儀の時やっぱりいらっしゃらないんですよ。喪主の方すらも着てないっていうところが結構あったりして、そう、やっぱりその、うん、着物を喪服っていう風に考えた時に、うん、まだ冬はなんとか着込めるから、うん、逆に暖かくていいっていうのはあるんですけど、うんうん、選べないですよね、その四季の時っていうのは。その時は選べない。その時の天気も場所も何もかもが選べない。突然やってくるものだから、うん、雨は最悪なんとかできるとしても、うんうん、暑さってもう無理。そう、もう無理だよね。そう、あとはタイムスケジュールもね、うん、どうにもできない時がある。うんうん、うん、そうね、なんか真昼に行くってなるとちょっとね厳しいっていうのも、うん、そういうのもやっぱり考えちゃいますよね、うん、ただやっぱり結婚式だったらさ、うん、あの式場の皇室をお借りするみたいなことができたりとか、うんうんうん、まあ、逆になんていうか主催者側の方がそういう風にできるように計らってくれたりもするんですけど、さすがに不祝儀の時ってそんなことはもうとてもじゃないけどできない。洋服で行ってさ、あ、あの葬式の会館で着替えさせてもらうなんて、そんなことを基本ね、と身内とかじゃない限りまずないから。そう、あの親戚の方々は少し前まではお通夜があって、うんうん、次の日葬儀っていうスケジュールが多かったから、うんうんうん、そうだね、あのお通夜のあとそのままあの安置させていただいて、そこの、うんうんうん、そこの中に皆さんで泊まり込んで、だからそこで次の日の着替えをさせていただくっていうのはまあよくよくある話だったんですけど、うんうんうん、今お通夜と葬儀を1日で済まされるお家っていうのも結構増えてきてるので、そうすると着替え場所がね、なかなかない、うん、ないね。あとはもう本当に身内とかじゃなくって、うん、知り合いとか友人程度だったら、うん、まあ、どっちかしか行かないっていうようなことも多いから、うんうん、そうなるともう家から来て家に、うん、来て帰るとかっていうことにもなるし、うん、そうなるとねやっぱり特に真夏の時ってなると、うんうん、厳しいっていうのはある。そうね、夏はね、確かにそうだね。その点、洋服の形のブラックフォーマル、うん、服用、うん、模様の服っていうのって、うん、まあ、1枚あればとりあえず夏に着られるように合わせておけば、うん、あとは着込めるから冬でも使えるっていう、うん、逆に1着あればいいっていう扱いができるから、ね、暑いっちゃ暑いけど、まあね、私夏場のやつは、うん、あの半袖のワンピースと、うん、あの上に羽織る長袖のジャケットっていうスタイルで自分のは一応持ってるんですけど、うん、あれもでもさ、よく考えたらさ、夏暑いし冬寒いよね、うん、まあね、一番なんかすっごい微妙なラインだから、春と秋を攻めてきてるよね。そう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 、一番なんか中途半端すぎるっていうのはあるけど、うんうん、まあ、でもそんなにね、めったにあることじゃないし、まあ、あってほしくもないから、うん、まあ、そこはその時々で暑い寒いは我慢して着るぐらいでやるしかないかなとは思うんだけど、うんうん、ただね、靴はね、私洋服の場合はどうしたもんかなっていう。